こんにちは、スパオです。今回はみんな大好きマニアック企画、おすすめ紅茶ブランドを全部で16品ご紹介したいと思います。365日ほぼ毎日紅茶を飲み漁る大の紅茶好きの私が厳選した定番人気から個人的におすすめしたいものまで盛りだくさんの内容になっています。見終わった時にはお気に入りのもの、気になるものがきっと見つかるはずです。毎日の紅茶ライフの参考になれば幸いです。ではどうぞ。まずはじめにご紹介するのがアーマットです。こちらコスパ最強、紅茶の王道を行くようなブランドです。もう迷ったらとりあえずこれ買っておけば間違いない、紅茶初心者の方に特におすすめの紅茶ブランドです。成城石井でも扱っていて、並んでいる紅茶の中でも特に手に取りやすい価格が魅力です。かといって物足りないなってことがないんです。特に人気のアールグレイはすっごくいい風味が出ます。ベルガモットの華やかな香りはまさに王道中の王道、これ以上でも以下でもないお手本のような紅茶です。次にご紹介するのがこちらです。 PG ティップスです。こちらもコスパ最強の紅茶なんですけど、特にミルクティー好きの方におすすめしたい私一押しの紅茶です。紅茶大国イギリスではもう飲んだことがない人はいないんじゃないかってくらい、日本でいうところの伊藤園の多いお茶のようなかなり認知度の高いブランドです。イギリスの人たちはおおよそ 90% 以上がミルクティーにして飲むというのが実情のようで、その際に使っているのが今回の PG Tips のような気軽なティーバッグタイプです。定番人気がこちらのオリジナルです。イギリスの庶民派紅茶ブランドにはこの他にヨークシャーティーやテトレ、タイフーティーなどがあるんですけど、全てミルクティー専用のような紅茶なので、ストレートだと飲むのがきついくらい濃く出たり渋めに出たりするのが多いんですけど、この PG のオリジナルはストレートでも美味しいくらい甘みを感じる紅茶です。こちらミルクティーにするとミルクの甘みに紅茶の甘みが乗っかったような印象さえ感じます。そして他の紅茶では出てこないようなコクもあったりで、もうめちゃめちゃ美味しいミルクティーが楽しめます。そしてこの個包装なし、タグも紐もなしという大変潔いパッケージも気に入ってます。使い始めたらこれめちゃめちゃ便利です。それでもやっぱり濃く出る紅茶でミルクティーが飲みたいんじゃって方はこの PG のストロングをお試しください。ストレートで飲むのがしんどいほどに濃いめに出ます。両方とも成城石井やネットなんかでゲットできるので、ミルクティー好きな人、特に紅茶の消費量が多い方には激推しします。そして次にご紹介するのがこちらのマリアージュフレールです。好きな紅茶のブランドはと聞かれたら必ずランクインするブランドです。お値段だけ見ると高いんですけど、一度飲んだら忘れられない衝撃的な紅茶の数々です。夫婦ともに大好きなブランドなので、記念日にティーサロンに行ってお茶を楽しむこともあります。フランスの超老舗高級紅茶メーカーで約500種類ほどある紅茶の種類がある中で、特にフレーバーティーが有名です。フレーバーティーの中で特に人気なのがこちらのマルコポーロです。いろいろなフルーツや花がミックスされていて、バニラのような甘い香りがするのもこのブレンドの特徴です。その他どことなく南国を思わせるフルーツや花の香りもあって、初めて飲んだ時一人で感動して嬉しくなりました。もう香りを嗅ぐだけでたちまち幸せな気分になれます。紅茶好きな方にプレゼントするならこのマリアージュがおすすめです。そしてこのマリアージュフレールの直営店では絶対セールにならないんですけど、成城石井ではこのマルコポーロ定期的にセールになる時があるので、その時をぜひ狙ってみてほしいです。そしてもう一つの定番人気がアールグレイフレンチブルーです。こちらも人気なフレーバーティーです。マリアージュフレールの理念として見て美しく飲んで美味しくっていうのがあるんですけど、美味しいだけじゃなくて見た目にもこだわるっていう、こうフランスの美意識みたいのを体現しているお茶です。ベルガモットの香りがまず鼻を幸せに、そしてブルーエと呼ばれる青い花が目を幸せにしてくれます。これに関してはぜひガラスのティーポットで飲んでいただきたいです。そしてマリアージュの中で個人的におすすめなのがこちらのルージュメティスです。
ニルルージュというブレンドティーとも迷ったんですけども、成城石井でも買えるこちらをおすすめします。マリアージュフレールでルージュと名の付くものは全てルイボスティーベースのお茶であることを指すんですけど、このルージュメティス、ピンクグレープフルーツやローズヒップ、ラベンダーなどがブレンドされたルイボスのフレーバーティーです。ルイボスの香ばしさに柑橘系の爽やかな香りでとってもスッキリさせてくれます。私たち夫婦はほぼ毎日夜食後にその日の気分に合わせてお茶を飲むんですけど、夜遅いとあまりカフェイン取りたくないので、もっぱらノンカフェインのハーブティーやルイボスティーかになるんですよね。ただルイボスは食中にはいいんですけど、単体で飲むと少し味気ないんです。そんな時に美味しいフレーバーのルイボスティーがあると QOL が爆上がりします。マリアージュに限らずルイボスのフレーバーティーにハマっていろいろ買い漁っていた時期もありました。皆様のおすすめがあったらぜひコメント欄で教えてほしいです。次にご紹介するのがティーポンドです。マリアージュフレール飲んだことあるよという方や、マリアージュフレール好きにおすすめしたいブランドがこちらです。パッケージがこんな感じで白地のもので、少しイラストも書いてあってとっても素敵です。個人的にかなりおすすめの日本を代表する新進気鋭のティーブランドです。代表の方がブレンドのセンスが光るマリアージュフレールと、茶葉の味を追求するリーフルダージリンハウスという2つの名店で修行されていて、その両方のエッセンスを取り入れたもう素晴らしい紅茶の数々を世に送り出しています。香り付けをしていない単一農園のお茶もおすすめなんですけど、ここは定番のアールグレーブルーバードがおすすめです。アールグレーだけでもティーポンドでは数多くの種類があるんですけど、中でもこのブルーバードがベルガモットの香りはそこまで強くなくって、南国を思わせる果物の香りと、何よりヤグルマギクという青い花がとっても綺麗なんです。この辺はマリアージュフレールらしさを感じてしまいます。そして個人的おすすめなのがこちらのカーニバルです。これはフレーバールイボスティーで、ルイボスティーにバラやラベンダー、アクセントに赤ワインの香りを加えたティーポンドならではのブレンドです。こう個性強めの風味かなと思いきや、こう各素材の調和が見事で、ルイボスの良さを感じつつ華やかなフレーバーも感じられる大変貴重なフレーバーティーです。そしてティーポンドの魅力は何といってもほとんどのリーフティーがこんな感じで2個からのティーバッグで用意されていることです。紅茶のお店でも香りは試せても全ての味を試飲できることってまずないと思います。それでいてティーバッグも10個とか20個入りだったり、リーフティーもそこそこ量があるので、味全然美味しくなかったらかなりしんどいと思うんですけど、ティーポンドはこの2個だいたい300円台から気軽にお試しできるので、こう本当にバイキング感覚でいろいろな味を楽しめちゃうんです。これすっごいことだと思います。同じ金額を払うにしてもティーポンドではより多くの種類を楽しめるので、自分のお気に入りが見つかりやすいと思います。オンラインショップでもほとんどのフレーバーティー、このティーバッグ2個から選べて、なおかつメール便の送料でお手軽に楽しめます。紅茶好きの方はぜひともお試しいただきたい素敵なブランドです。続いてがムレスナティーです。紅茶好きなら知ってる方も多い、日本でもファンが多い人気のブランドです。ムレスナティーといえば何といってもキャッチーなパッケージ、この紅茶とともに素敵なポエムが楽しめます。時折ノリで書いたようなよくわからない文章もあったり、人生の格言が書いてあったり、どちらにせよこの独特のワードセンスは唯一無二です。ムレスナティーはスリランカで栽培される良質のセイロンティーを使ったティーブランドで、長時間カップやポットに入れておいても渋みやえぐみが出にくいので、最後まで美味しく楽しめます。この辺は茶葉のクオリティの高さを実感できます。そして使用している香料も WHO と FAO という世界的な機関に認められている良質なものしか使用していないというこだわりもあります。そんな中で定番のお茶がこちらの白桃アールグレイ、別名白桃とそよ風のコラボレーションです。ホワイトピーチにベルガモットを加えたフレーバーティーで、白桃の甘酸っぱさとアールグレイの柑橘の爽やかさの両方を味わえる定番人気のブレンドティーです。そしてもう一つご紹介したいのがこちらの完熟メロンです。こちらもホワイトピーチ、カスタードバニラで香り付けをしたフレーバーティーで、
確かに完熟したような濃厚のメロンの香りがプンプンします。商品名にもあるように生クリームのケーキなんかと合わせたら最高です。そしてもう一つご紹介したいのがこちらのキャラメルクリームティーです。これもロングセラーの商品で、キャラメルとクリームのようなとってもいい香りがします。このままでも美味しいんですけど、ミルクティーにしたら最高です。一見奇抜なパッケージにも見えるんですけど、中はどれを選んでも日本人の好みに合いやすい紅茶ばかりです。人気商品はこうやって1個入りのティーバッグからセレクトできるので、お好みのフレーバーを探すのも楽しいです。ぜひお試しください。そして次にご紹介するのが TWG です。こちらの黄色いタグが、ブランドのこのタグが有名ですね。はい、現在はわからないんですけど、リッツカールトンなどの高級ホテルや全日空やシンガポール航空のファーストクラスでも提供される高級紅茶です。シンガポールを代表するティーブランドで、800種類の茶葉や他にはないブレンドティーが特徴です。代表作が1837ブラックティーです。過去にシンガポールが茶葉やスパイスなどの食材の貿易基地になったとされる1837年をブランドのシンボルとしていて、その年をお茶の名前にした一品です。様々な花やフルーツの香り、ベリー系やキャラメルの風味も感じるほのかに甘みがあるお茶です。濃いめに抽出してミルクティーにしても最高に美味しいです。そして個人的おすすめなのがこちらのエターナルサマーです。ルイボスのフレーバーティーで、またルイボスかよと思うかもしれないんですけど、こういうティーサロンのフレーバールイボスは本当に名品揃いなので、ぜひ何か一つお試しいただければと思います。こちらはルイボスティーに熟した桃のような香りをつけた、夏にぴったりな南国を感じるお茶なんです。サマーと思いっきり書いてはいるんですけど、我が家では季節関係なしに飲んでいます。マリアージュのルージュメティスも、先ほどのティーポンドのカーニバルも、どちらかというと爽やか系の風味なんですけど、このエターナルサマーは熟した濃厚系の香りです。こっち系の香りがお好きな方、一度お試しいただくのをぜひお勧めします。リーフティーはこんな感じで、茶筒を思わせるようなパッケージで家に置いておくだけでもテンション上がっちゃいます。次がフォートナム&メイソンです。こちらのティファニーブルーのようなパッケージが素敵です。フォートナム&メイソンはロンドンに拠点を構える老舗の百貨店です。その同じ名前を冠する紅茶も高品質で有名なんです。定番人気がロイヤルブレンド、1902年のエドワード7世の国王即位を記念して生まれたブレンドティーで、コクのある蜂蜜のような香りが特徴のこのお茶は、フォートナム&メイソンも代表するブレンドです。比較的王道のブレンドが多いんですけど、その中で個人的におすすめしたいのがこちらのスモーキーアールグレイです。もっとスモーキーなアールグレイをという王室のリクエストで生まれたこの一品のお茶なんですけど、ラプサンと呼ばれる松の煙でいぶした中国茶と、緑茶をいった独特の方向のガンパウダーと呼ばれるお茶、そしてベルガモットの香りのアールグレイの3種類のお茶を掛け合わせたフレーバーブレンドティーです。少し薬のような香りも感じさせるようなスモーキーな風味と、柑橘の爽やかな香りが入り混じった風味で、ダメな人はとことん苦手な香りかなと思うんですけど、ハマる人はドハマりする紅茶です。少し濃いめに抽出してミルクティーにすると、未知の味のミルクティーに出会えます。一応全国の百貨店にお店があるんですけど、オンラインショップが便利なのでぜひ覗いてみてください。こういう人気のお茶がセットになったアソートパックも人気です。次にご紹介したいのがクスミティーです。はい、こちらです。フレーバーティー好きにぜひおすすめしたいブランドです。フランスを代表するティーメゾンのクスミティーは、国内の直営店はなくって、基本的に成城石井とディーン&デルーカでの店舗販売か、もしくは公式のオンラインショップでの販売がメインです。各種原料の使い方やブレンドの比率が絶妙で、どれを飲んでも美味しくて、クスミティーらしさがある唯一無二なブランドです。というのも、過去にマリアージュフレールはじめ様々なブレンドティー紹介してきたんですけど、多くが紅茶や緑茶をベースにしたハーブやフルーツのブレンドティーに対して、クスミティーではマテ茶をブレンドしたものがあったり、ガンパウダー茶やガラナといった
他のブランドではまず見かけないお茶や原料を使っています。それでいて各素材の使い方がとっても素敵です。そんな強者揃いのクスミティの中で定番人気商品、日本で一番人気があるのがこちらのアナスタシアです。はい、缶もとっても可愛いです。紅茶だにベルガモット、レモン、ライム、オレンジの花の香りがブレンドされています。ベルガモットといえばアールグレイの香り付けによく使われるフルーツなんですけど、単なるアールグレイではない、とても爽やかで新鮮な柑橘系の香りがします。一般的にアールグレイはベルガモットの皮を精油なんかに加工して香り付けをするんですけど、このアナスタシア、そういった柑橘類の花を用いて香り付けをしているので、一般的なアールグレイより香りがどぎつくなくて、どこか品のある印象を感じます。素材だけじゃなく香りの強さも絶妙にコントロールされています。ちなみにこのアナスタシアは、このティーメドの創業者のパベル・クスミチョフさんが自らレシピを作り出したクスミティのアイコン的なフレーバーと言われています。そして個人的にクスミティで一番おすすめしたいのがエクスピュアアディクトです。ウェルネスシリーズという健康や美を意識して作られたシリーズの一つで、フランスでは BB デトックスという名前で親しまれているほどに、デトックス効果が期待されるお茶として高い人気があります。マテ茶や緑茶、ルイボスティーがベースで、その他ガラナやタンポポなどがブレンドされています。ベースは緑茶なんですけど、渋みらしい渋みがなくって、ローズヒップやグレープフルーツの香りがとっても爽やかです。そういった柑橘系の香りはするんですけど、飲み口の酸味がないのが個人的に気に入っています。そこにアクセントとしてガラナの実が効いていて、少し薬っぽいというかエナジードリンクみたいな風味が個人的にドストライクです。ちなみに世界で一番人気があるのがこのエクスピアアディクトだそうです。クスミティはどのフレーバーも他のブランドでは見たことがないような組み合わせのお茶を味わえるんですけど、どのフレーバーも極端に尖った癖がなくって、手が届く範囲の新しさがどれも素敵です。こちら人気の12種類のフレーバーが入っているので、クスミティらしさを味わうには最強のアソートです。正直これさえ掴んでおけば、私クスミティ飲んだことあるよって確実にどやれます。これおすすめです。はい、続いてはクリッパーです。オーガニック系のスーパーなんかで見かけるオーガニックとフェアトレードの先駆者的なティーブランドです。最近ではイオンなんかでも販売されているので、見かけたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。有機ジャスや EU のオーガニック認証、特に厳しい審査機関としても有名なイギリスのソイルアソシエーションなど、各種有機認証を数多く取得されています。その他無漂白でプラントベースのティーバッグを採用したり、なんとタグの紐もオーガニック素材を使うなど、かなり健康環境意識の高いブランドです。ブレックファーストやアールグレーといった定番の紅茶もラインナップとしてあるんですけど、おすすめがこのオーガニックハーブティーのスノー&ピースです。これ大好きなんです。夜寝る前に飲むベッドタイムティーで、寝つけない時やストレスが溜まりがちな時にゆっくりと飲んでいます。こちらのスノー&ピースはカモミールやレモンバーム、ラベンダー、レモングラスなどリラックス効果が期待されるハーブがブレンドされています。特にこのラベンダーの香りの程度が本当に強くもなく弱くもなくで、とってもちょうどいいんです。どれか一つの素材が前面に来るような癖の強い風味ではなくて、カモミールの優しい香りにレモンバームとラベンダーの爽やかさと華やかさ、そして後味にミントが少し変わることで、かすかな清涼感を感じながら飲み終えることができます。このリラックス効果抜群のパッケージ、これすっごい可愛くないですか。気に入ってます。これもう家に置いておくだけでリラックス効果ダダ漏れの私のお守りのようなお茶です。そしてもう一つおすすめなのがこちらのホワイトティーです。日本では白茶とも言われる中国茶の一種です。一般的に発酵させないのが緑茶、半分発酵させるのがウーロン茶、そして完全に発酵させるのが紅茶となるんですけど、この白茶、緑茶とウーロン茶の間、ほんの少しだけ発酵させる微発酵茶とも言われています。クリッパーのホワイトティーは中国福建省の有機茶葉の新芽と若葉を微発酵させた渋みの少ない繊細なお茶です。
緑茶でもウーロン茶でもない本当に上品な香りで、食中食後問わず癖なく楽しめます。いい香りがするフレーバーティーやハーブティーもいいんですけど、全てを一旦リセットしてくれるようなこの白茶もおうち紅茶のラインナップにあるとまた素敵なティータイムになると思います。こちらもおすすめです。はい、続いてがフォションです。この印象的なロゴが特徴のフォション。日本ではすっかり紅茶のイメージ強いかもしれないんですけど、実はフランスパリに本店を構える高級食料品店なんです。日本でいうところの成城石井やディーン&デルーカのようなイメージです。フォションの紅茶といえばもうこのアップルティーですよね。もう定番中の定番です。癖が少なくコクと香りに優れたセイロンティーに甘酸っぱいアップルの風味を香り付けしたフォションの代表作です。1972年に海外第1号店として東京の日本橋にお店がオープンした当時はブームを巻き起こしていたフルーツティーの最盛期です。フォションがオープンした時は多くの方がこのアップルティー目当てに殺到したそうです。こちらフォションのアップルティー、おすすめの飲み方がほんの少しだけ砂糖を入れて飲む飲み方です。お好みにはなるんですけど、このリンゴの甘酸っぱい風味がより強調されて美味しいんです。フォションのアップルティーは茶葉がかなり細かいので長時間お湯につけておくと渋みがかなり出てきます。ティーバッグもリーフティーも抽出時間を過ぎたら早めに茶葉を取り出すことをお勧めします。そして個人的おすすめなのがこちらのフラワーアールグレイです。こちら成城石井と共同開発で作られたブレンドで、アールグレイをベースに綺麗な色味のヤグルマギクとジャスミンで香り付けをしたとっても華やかなアールグレイです。アールグレイ好きだけどちょっと冒険してみたい方には特にお勧めします。基本的に成城石井限定での販売なので、店舗かオンラインショップを覗いてみてください。続いてがボーティーです。はい、マニアックなんで知ってる人少ないと思うんですけど、このブランド大好きなんです。マレーシア航空のファーストクラスで提供されているんですけど、比較的購入しやすいお値段なんです。マレーシア紅茶のトップランナーであるこの某社の紅茶、キャメロンハイランドという標高 1500m の自社農園で栽培されていて、一般的にハイグロウンティーと呼ばれる高品質の紅茶を生産しています。マレーシアはイギリスの植民地だった歴史もあって、東南アジアの中でも紅茶文化が根付いている少し珍しい国で、アフタヌーンティーの文化もあるんだそうです。そしてこのボーティーはマレーシア王室はじめ英国王室でも親しまれている大変由緒正しいティーブランドです。定番人気がキャメロニアンゴールドブレンド。マレーシアのお土産としても人気のこのボーティーなんですけど、その中で一番ポピュラーなブレンドがこのキャメロニアンです。こちらノンフレーバーのブレンドティーで、標高 1500m の高地で栽培されたお茶は圧倒的に渋み苦みが少ないんです。なのでティーバッグカップに入れたままでも最後まで本当に美味しく楽しめます。とにかく渋くない紅茶が飲みたい方には全力でこのキャメロニアンを推します。そして個人的一押しなのがこのフレーバーティーなんですけど、中でも一押しがこのパッションフルーツティーです。カップから溢れ出るパッションフルーツの華やかな香りを嗅いだら気分は一気に南国です。店舗によって若干差はあるかなと思うんですけど、このキャメロニアンもパッションも最近成城石井で見かける店舗が少なくなった気がするんですけど、これは全部ネットで購入できます。個人的にもおすすめのブランドです。はい、続いてがウィリアムソンです。だんだんマニアックになってきたんですが、いろいろ飲み尽くした方におすすめの紅茶です。ウィリアムソンはイギリスで140年以上の歴史を持つこの象がシンボルのブランドティーです。茶葉の栽培から販売まで全てを自社で手掛けるティーブランドです。一見高級そうなパッケージに見えるんですけど、意外と良心的な価格なんです。ウィリアムソンはケニアに自社農場を持っていて、生産から流通まで全て自社で行う分、無駄な中間コストを省くことができています。それでいて生産者の暮らし向上や環境保護意識も高い素敵なメーカーさんです。こちら中身ティーバッグは紐なしタグなしのポットタイプです。ウィリアムソンで押さえておきたいのがイングリッシュブレックファーストです。ケニア産の紅茶葉を使用していて、濃厚ながら渋みや苦みが少ないのが特徴です。
どのブランドもイングリッシュブレックファースト、ミルクティーにするためのお茶と言っても過言ではないほどに、結構濃いめに出る分、ストレートだと濃すぎてきついのもあるんですけど、このウィリアムソンはストレートでも美味しく飲めます。もちろんミルクティーにしても茶葉の適度なコクがあって大変美味しいです。そして個人的におすすめなのがこちらのダッチェスグレーです。柑橘の香りをまとわせたお茶なんですけど、同じ柑橘のフレーバーティー、アールグレーほど強くない香りです。このダッチェスグレーはアールグレーほど強くなく、それでいてストレートティーではなんだか物足りないような方に特におすすめします。この象の缶に入ったリーフティーも大変素敵なパッケージなので、紅茶好きの方は要チェックのブランドです。次にご紹介するのがこちらのブリューティーです。はい、マニアックな方ならご存知かもしれません。2012年にイギリスで創業した比較的新しいティーブランドです。テイスティングからブレンド、ティーバッグ製作、パッキングまで全て自社で行っているこだわりです。カップのお湯で最も美味しくなるようにブレンドによって異なる茶葉の量が入っていて、最適な抽出時間がティータグに書かれています。看板商品がアッサムとセイロンをブレンドしたイングリッシュブレックファースト。カットしていないホールリーフのみを使用していて、ティーバッグのお茶とは思えないほどに茶葉が大きいです。ストレートでもミルクティーにしても抜群に美味しいんです。そしてそんなブリューティーで個人的におすすめなのがこちらのモロッカンミントティーです。近年で飲んだミントティーでは間違いなくナンバーワンです。このモロッカンというのがモロッコ風を指すんですけど、ミントティーの消費が盛んなモロッコではフレッシュなミントにガンパウダーと呼ばれる火でいった緑茶とたっぷりの砂糖を入れて飲みます。それに倣ってブリューティーのミントティーもペパーミントとガンパウダーのみのブレンドです。雑味のないミント感がすっごい爽やかです。時折獣臭いような雑味をミントティーに感じることがあるんですけど、そんなのは皆無です。そしてこのガンパウダーが味のベースとして支えてくれるので、ミントの清涼感にお茶としての飲み応えをアップさせています。このティファニーブルーのようなパッケージ、爽やかで素敵ですよね。僕もこれ大好きなんです。自分用にはもちろんなんですけど、プレゼントとしてあげるとすっごい喜ばれます。このモロッカンもおすすめなんですけど、人気のフレーバーが8種類入ったアソートパックもおすすめです。手頃な価格でいろいろな味を楽しめて、何よりパッケージがとっても素敵です。イングリッシュブレックファーストもモロッカンミントも入っているので、おすすめのバックアソートです。続いてがナバラサです。こちら以前に視聴者の方からおすすめをいただいたブランドで、伊勢丹限定のプレミアムな紅茶です。感情をテーマにブレンドをイメージしたこのエモーショナルシリーズも美味しいんですけど、ここは定番のロイヤルアソートがおすすめです。中でもアールグレーと伊勢丹ブレックファーストが好きです。シンプルに紅茶の質が高いなと思いました。ティーバッグをカップに入れっぱなしでも渋み、えぐみが出にくいので、誰か飲んでも満足するお茶に仕上がっています。こちらパッケージも本当に素敵なデザインなので、自宅用にはもちろんプレゼントにも大変重宝するブランドです。続いてがこちらのスタッセンです。特にチャイ好きの方におすすめしたい大変コスパのいいブランドです。このスタッセン、スリランカでも有数な巨大カンパニーで、食材の輸出やホテル経営なんかもしているそうです。そして世界で初めてオーガニックチャイの認定を受けたブランドとしても有名で、日常使いのお茶から高級ラインまで多岐にわたるラインナップを揃えています。このスタッフ線、このチャイスパイスティーだけ覚えておけば OK です。チャイティーのお手本のようなブレンドで、チャイ初心者の方にもおすすめします。チャイに最適なセイロンティーをベースに、カルダモンやシナモンなどの6種類のスパイスをブレンドしているんですけど、この各々のスパイスのバランスがとってもいいです。過度に癖のある風味ではないので、本当にチャイ初心者の方にもぴったりです。チャイには紅茶葉を入れたものと、茶葉を入れずにスパイスやハーブだけで仕上げたノンカフェインのものがあるんですけど、スタッセンは前者の茶葉入りのチャイティーです。初心者には茶葉入りの方が飲みやすいと思いますし、何よりミルクを入れてミルクチャイにするならこの茶葉入り一択です。お好みで砂糖を入れて楽しむのもおすすめです。そして最後にご紹介するのがこちらのセレッシャルです。カルディ好きな方なら一度は見たことあるんじゃないでしょうか。
こちら就寝前のベッドタイムティーとして世界中で確固たる地位を築いているのがこのセレッシャルです。商品のほとんどがハーブやフルーツ、ルイボスを使ったラインナップです。このうとうとしているクマのイラストがパッケージの特徴でもあります。いろいろな種類があるんですけど、定番人気商品がスリーピータイムです。中は紐なし、タグなし、個包装なしのティーバッグです。神経を落ち着かせる作用があるとされるカモミールをベースに、スペアミントやレモングラスといったベッドタイムティー鉄板のハーブの他に、バラのつぼみなどがブレンドされているノンカフェインのハーブティーです。カモミールベースとは言ったんですけど、結構ミントも効いています。眠気覚ましのイメージがあるかもしれないんですけど、リラックス効果もちゃんとあるんです。ただそこそこスースーするので、この辺は正直お好みになるかなと思います。このスリーピータイムシリーズにはピーチやハニーバニラなどの種類もあるので、自分のお好みを探してみるのも楽しいと思います。そしてセレッシャルの中で個人的一押しなのがこのベンガルスパイスです。虎の絵がキャッチーなんですけど、こちらもノンカフェインでスパイスを効かせているスパイスハーブティーです。中にはシナモン、カルダモン、クローブ、ナスメグなどのスパイスにジンジャーやチコリなどがブレンドされています。ベースの香りはシナモンが強めです。これらのハーブ、スパイスには整腸作用は血流改善、体を内部から温めてくれる作用があるとされています。スパイスとジンジャーのおかげもあって、飲んだ時から体がポカポカするようなこの時期にぴったりのハーブティーです。糖類は入っていないんですけど、なぜだかほんのり甘いんです。結構スパイス感があるので好みは分かれそうなんですけど、ノンカフェインのチャイなどが好きな方には特にお勧めしたいです。はい、いかがでしたでしょうか。後半に行くにつれてだんだんとマニアックな内容になっていたと思うんですけど、楽しんでいただけましたでしょうか。これはティーポンドの代表の方も言っていたんですけど、香り付けをしていない紅茶はその茶葉と産地との出会いや感動、フレーバーティーにはその香りとともに幸せな思い出や記憶を残せるので、紅茶一つ一つにストーリーがあるのがいいんですよね。皆様にとっても今回の動画がそんな幸せな紅茶ライフの一助になれば嬉しいなと思います。なので気になった紅茶、おすすめの紅茶、そして思い出の紅茶があればぜひコメント欄で教えてください。皆さんで盛り上がれたら楽しいですね。このようにこのチャンネルでは、普段は成城石井元店長の私がおすすめする成城石井おすすめの商品や食べ合わせ、たまに他の店の商品の紹介をしています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、Yahoo クリエイターズや Instagram でも日々情報を発信していますので、ぜひ概要欄から遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。